はい、始まりました。第10回目サラリーマン慎太郎、前回、まあ、私の元ホームであり、そしてサラリーマンの聖地と言われております新橋でお送りします。今回も引き続き新橋。前回は、まあ、僕的にはね、あのホームである新橋で錦を飾りたかったんですけれども、残念ながらサイコロの野郎がね、何度も言いますがガチで振ってるんで7という、まあ、過去最悪の額が出てしまいまして、まあ、悔しいながらレギュラー、毎着でのレギュラー一発で終わってしまったんですけれども、今回はね、ぜひともしっかり、まあ、あのそのビジネス街ならではの立ち回りっていうのもありますから、それを見せる意味でもまずはサイコロで降格を出したい。なんかあの細工とかしてくれてないんですか。あの四五郎祭みたいな。四五郎祭で、四五郎はあんま良くないの一ゾロ目祭とかで、あの前回実は結構カメラ回る前にやったらいいのばっかり出てて、で、あの実際振ってみたらあの7という最悪の数字出たんで、今回1回も振ってません。そしてちょっとね、久々に1個ずつ振ろうと思いますいや、1個ずつか、もしかしたら1個打った後2個振るかもしれないですけど、だって1個目振ってみたいと思います。1111111、ちょっと俺目つぶってますからいくよ。何出たのかな。あーあーって聞こえた。うわー、嫌な予感がよぎるぞ。33ね、これね、あの出さないとあの次入れると出ちゃうから、まず3ね。で次も目つぶります。やばい。あ、でもね、今の時点でもう前回の7いった。でもこれで最高でも17,000円、最低だって9,000円が出る。マジで、なんで新橋だよ、ここ聖地だよ。ちょっと俺も元気なくなってきましたけども、じゃ次じっくり見てやる、目押ししよう。やば、え、ちょっと待って、1万円か。1万円です。2回連続ちょっと、でもこれも現実ですから、ちょっとね、いいのが続いて本当は仕込みなんじゃないかとか、やらせなんじゃないかとか言われがちなんですけれども、ガチですからということで、ちょっと日和気味ですけれども、今回は1万円、やばいよサラリーマン慎太郎。はい、それでは今回の実戦も前回に引き続き、新橋サラリーマンの強い味方、スタディオ新橋店さんですね、新橋駅銀座口出てすぐです。まあ前回7,000円、まあ毎着でのレギュラー1回、今回1万円なんでレギュラー2回ぐらい引けるかなとね。レギュラー2回で困るんですけど。いや、困るって、一番困るのは俺だよ俺のお金だから。レギュラー2回で困るんですけど、はい、くださいください、はい、はい、どうぞ。はい、お、前回ね、封筒がちっちゃくて何ですかっつったら1万円以下は小さいって言われた。本当にね、1万円、ギリギリ大きい封筒の1万円超えましたから。1万円です。はい、5時過ぎてくるとすごい人が増える。で、正直今からもうちょっと増え出すんですよ。直帰しますって多分サラリーマンの方来ると思うんでちょっと客が増えてきたところでちょっとまた前回とは違った感じになると思うんで、ただまあ1万円なんでね、できることは限られるんですけど、まあとりあえず頑張りたいと思います。ハーデスは打てないぞまだね、今4時前なんでギリギリ0回の台もありますね。まあでもちょうど朝一を試された後、まあ朝から夕方ぐらいまでに、まあ初動台がなくなっていくって感じが多いんで、まあちょっとね、そのこういう1回当たって1、2杯目とか、あとね、こういう0-0でとりあえずリセット当たるか試したみたいな台が多い時間です。まあ装填も一応ゾーンとか、まあ100、200、400、600、そして天井振り分けると、まあ、777あたりですけれども、まああるんですけど、まあ、例えばね、そのゾーンが強かったりね、完全にゾーンにいればこれとか狙えるんですけども、ゾーンにいるかどうか分かんないですし、まあ1回目の100のフェイクはほぼ起きると思うんで、200のは最初に狙うのはもしかしたら完全無駄足かもしれないんでできないですね。寝台系ってね、ビジネスが美味しかったりするんですよ。寝台とりあえず例えば30分だけ仕事が空いたからでも寝台触ってみたいみたいな人もいるんで、ね、ちょっとだけちょっとだけって感じでハマっていって美味しくなったりもしますね。